私たちから見るとね、ほとんど同じアユに見えるんですけども、なんかね、好き嫌いがあるんですよね。サイズ感とかそうなのかもしれないですけどですね。はい。で、必ずですね、ペンギンたち、お魚を食べるとき、頭から丸飲みします。こうやってお尻からあげると、必ず持ち替えて、頭から、ぐるっと。ね、食べていきます。はい。宮田さんね、出遅れチームなので、今頑張ってますね。はい、青木アモロさん。はい、いらない。青木ゆいさん。こういう微妙なところまたカラスに持ってかれるでしょう。こっちは違う。これは食べますか。はい、食べてますね。はい。ペンギンですね、時期によってすごい食べる時期とそうでない時期とね、いろいろあるみたいなんですけども、今は9話でですね、1日にだいたい5キロぐらいアジをあげています。なので単純計算すると1日で、ね、700-800 グラムぐらいのね、アジを食べていますね。無理しないですよね。じゃあ泳がしておきましょうか。こうやって陸上の上ではペタ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 歩いていますので、鳥の仲間だということをね、忘れられがちなんですけども、このように、ね、泳いでる姿を見ていただくと、で本当にね、水の中、羽ばたいているのがね、よくご覧いただけるかと思います。お魚食べるんじゃない？はい、いらない。はい、アポロさん、いらない。そうですか。そうそうですね、こうやってペンギンたちが食べてくれなくなってくると私の話のネタも尽きてきます。いらないですか。このですね、長山動物園みなとみらいが素敵なですね、潮なんですけども、それぞれですね、個室がいろいろとあります。なのでカップルになると今で一緒のお部屋を暮らしていたり、独身で暮らしていたり、いろいろあるので、ご飯が食べ終わるとそれぞれ自分の、ね、お家の方に帰っていきます。で今ですね、カップルになったペンギンたちは大人になるとね、卵を産むんですけれども、今の長山動物園はね、数が増えすぎてしまうと、電車の中いっぱい、お部屋の中いっぱいになってしまうと困るので、今はね、今年はね、数を増やさないようにしていますので、一度卵を産んでもですね、その後ちょっと偽物の卵に、すり替えてしまっています。で今ですね、まだしばらく卵を抱いています。すぐに卵を抱えてしまうと、また次また次とね、卵を産んでしまうので、ちょっとですね、長期間ですね、卵を抱かせて、諦めてもらうまでちょっと抱いてもらっています。なので卵を抱いている時期はオスとメスですね、交代で、ご飯を食べに来るので、どっちかが食べ終わった後にですね、交代をして違う子がさっきですね、後から出てきたりということも、そんなこともあったりします。なのでまだ泳いでる人たちは食べるのかな。私が落ちないようにひょいひょい落としておきましょう。でこうやって落としておくと、しばらくするとね、ペンギンたち夜の飲みをしながらですけれども食べていってますので、もしお時間ある方いらっしゃいましたらね、この後ももうしばらくですね、ペンギンたちの動き、母たちが一番活発に動きますので、楽しんでいただければと思います。ではね、お食事の方、餌の味がね、全部なくなってしまいましたので、お食事タイムはこの辺で終了にさせていただきたいと思います。長山動物園、この後4時30分まで開園しております。残り時間あと20分程度ですけれども、小さい動物園またね、ぐるっと一周することできると思いますので、どうぞこの後もごゆっくりお楽しみください。これまでお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。食べなさい。豚だな、食べるの。他のに食べなさい。何がしたの。